出雲大社教は、1882年、当時の出雲大社前大宮寺、第80代出雲国の宮津子、千下高富が創設した教団である。教派神道の一つ。島根県出雲市の出雲大社の境内に本部があり、出雲大社の職員が、出雲大社教の職員を兼務している。ただし、出雲大社が神社本庁に所属するのに対し、出雲大社教は、 神社本庁には所属していない。法的に言うと、宗教法人出雲大社が宗教法人神社本庁の非法つ宗教法人であるのに対し、宗教法人出雲大社教は宗教法人神社本庁の非法つ宗教法人ではなく、単立宗教法人となっている。明治時代に日本の神道諸派を急合して国家における、 宗教行政を定めるために設立された神道事務局において、出雲大社系の神官が伊勢神宮系の神官と対立した結果、伊勢派が主流を占める国家神道から出雲派が独立する形で設立されたものである。宗教としては神道系新宗教に分類される。明治十三年に東京都日比谷の神道事務局に設けられた神宮要廃所において、 神蔵家三神及び天テラス大臣の与柱を祀ると決定されたことに、対して出雲派は大国主大臣も祀るべきだと主張し、伊勢派との間で大きな論争になったが、伊勢派が明治天皇の指示を得たこともあって、出雲派は敗北し、大国主は祀られないことになった。さらに、明治十五年一月に明治政府が布告した新官共同食分儀礼によって、 神社に奉仕する神官と布教を行う共同職が分離され、これによって、出雲大社に勤務する神官が国家とは別に独自に、出雲信仰の布教を行うことが禁止された。そのため、当時の出雲派のトップである、千家高富は、出雲大社大宮市を辞職して、自らが教団の階層となり、信仰組織を出雲大社本体及び、国家神道から分離させる形で、 明治15年に設立した。出雲大社教は昭和26年に出雲大社と統合されたが、その後も法人としては出雲大社教と出雲大社は別団体となっている。大国主大臣を主神として祀っており、大国主への祭祀を担う出雲国造家の始祖である、天野保費の命を教祖としている。出雲大社教の事実上の創始者である、千家高富は、 海祖とされており、代々の出雲国像は天野保姫の命の子孫として、その霊魂を継承しているので、出雲国像か、第80代の千下高富もまた、天野保姫の命であるとされる。なお、伊勢派の神道において、祭祀を担っている、天皇家は、ニニギノ村を始祖としているが、このニニギノ村は天野保姫の命の兄の息子という、位置づけである。なので、天皇は、 出雲大社教の教祖の兄の息子の子孫という位置、付けになる。明治6年に、千下高富が、全国各地の出雲港を結集して設立した、出雲大社系信仰を母体とする。布教機関は全国にわたり、設けられていて、特に、中国地方を中心とした西日本に、多くの文祠、ら、教会等がある。これらは、神社本庁にも出雲大社にも所属せず、 あくまで、出雲大社教の布教機関であるため、神社や文社などと名乗ることはないが、アメリカ占領時代の沖縄に設置された、出雲大社沖縄文社のみは、当時、教会員の故障が認められなかったため、例外的に文社を名乗っている。有名なところでは、出雲大社教の成立に伴って出雲派の神社であった神田明神から分離する形で設立された。 出雲大社東京分祠などがある。また、全国に出雲大社を信仰する組織があり、公と呼ばれる。出雲大社教は、教団として、これらの公を包括する組織であるが、組織性はあまり強くない。通り者にあたる、官庁職は、千家家が代々世襲している。2014年現在の官庁は六代、千家高彦である。 出雲大社付属の神職養成所である大越祖国学館では、卒業の際、神社本庁の神職の会議のほかに、出雲大社教の教師資格も授与される。なお、同じく、出雲大社と大国主を祀る出雲教は、南北朝時代に出雲家から分かれた仙家とともに、出雲国造を担った北島家が起こした神道の一派北島家は、明治時代まで、 出雲大社の宮司職を千家と分担していたが、明治15年の新官共同職分離令に伴い、千家が出雲大社教を起こしたのと同様に、北島家も出雲大社から分離して、出雲教を結成した。第二次大戦後に、出雲大社と出雲大社教が統合され、出雲大社の宮司職は千家が独占するようになったため、北島家は、 出雲大社の敷地に隣接する北島家の屋敷にて、出雲大社を祀っている。日立国出雲大社は、出雲大社教からの文化である。2013年、出雲大社日立教会が、長屋園とタイアップしたことに対して、神社本庁の昭和54年通達、神不守り札を一般商品の付加品としたり、宣伝の材料にしてはならないという規定に反するとして、 出雲大社教が通告文を提出したが、本来なら神社本庁と対立する存在であるはずの出雲大社教が神社本庁の通達を名目に通告文を提出してきたことなどに出雲大社日立教会側が不満を募らせ独立した。なお、出雲大社が日立教会に対して千家尊有の名前を出して通告したとフライデーで報道されたことに対しては、 出雲大社と出雲大社教は無関係であるのでそのようなことはない、と出雲大社教側ではしている。大国の主大臣を包採し、生死一つながらの有権一女の道を説く。また、人間は霊止めとして霊的な存在であり、親神の結び、幸い魂、気魂の恩来によって先祖からの一貫した霊を継承し、原神の誕生があるとする。 教書として、教師対応、大道容疑、出雲大臣、国の新柱、大道問答、風教百種公説、有権分解話、教会撮影、宇治子の心得、道の一層などがある。1873年、千下高富が不況のため創設した、出雲大社慶信校を前身とする。1882年の新館共同職分理例によって、 新職の布教活動が原則禁止されたため、出雲大社より独立私別組織、新党大社派となる。1951年、出雲大社は国家管理を離れ、1882年の分離令も執行したため、出雲大社に復帰合併し、出雲大社の職員が出雲大社教の職員を兼ねる。また教団名を大社教から大社教と改称する。 信号とは、出雲大社教や出雲大社などが神事などで用いる、最も重要な唱え事。信号は、すなわち、幸い魂気魂主級幸い級である。日本神話で、大国主大臣は少なびこなのに去られてしまい、大変に困っていた。その時、うならを照らし寄ってくる神があった。それが、幸い魂気魂であった。大国主大臣は、 自分の生命の中に潜む幸い魂、気魂という偉大な語霊力により縁結びの大臣になられた。幸い魂、気魂主旧、主級幸い級は花が咲く、布を咲くという言葉のように増加や分裂の意味と櫛や櫛の言葉のように整えるや統一するという意味を持つ。信号を唱えれば文化繁殖したものを統一し、 調和の取れたものとなり発展し、大国の主大臣の道に神習い、明るく和やかな日々が送れるという。この信号を奉書して、出雲大社に奉納する信号奉書も大切な儀礼である。仏教では、ナムアミダ仏とか、ナム妙法蓮儀行、また、キリスト教では、アーメンとも言う。出雲大社では、信号すなわち、幸い魂気魂主級幸い級である。 信号を唱えることにより、大国主大臣からご霊力をいただくことができ、大きな幸せの縁を結んでいただけるという。なお葬儀や、慰霊祭などでは、有名信号、猶予大神連休恵み休幸い魂気魂主休幸い休隠り世の狼あわれ見た前恵みた、前先見たまくし見たま守りた前先はえたまえを唱える。信号も、 有名信号も通常は参照するが、非常にゆっくりと、また独特な節回しを用いる。出雲大社教では複製を定め、身分別に規定がある。白宝、白鯖鎌、冠。仮犬ユ門、鯖鎌、砂場釜、エボシ。白犬または、無モにビ色一貫。従者は、不意、シまたは、中継、エボシ、鈍化白場上着は、形寄り。 紫ユーモーン、公色、水髪、氷汚ギかボンボリ、靴かゾり、リ。ただし3から6級の上着は、ひらぎぬ濃色とし7級以下はひらぎぬ、松葉色。ユーモン仮ぎぬ、エボシ、紫ユーモンバカマ、シャクまたは、ボンボリ、靴またはゾり。リ。ただし3級以下は紫ムモンバカマ。7級以下は、朝さぎムモンバカマ。白ギヌか白ひらぎぬ無ひも水管、額あたり。 くれないしげきしあやたん、むらさきゆうもんばかま、さくかぼんぼり、くつかぞうり。ただし三級以下は、あさぎむもんばかま。ありがとうございます。